久保さん、セルシオなんかかっこいいですね。これもう何、二十何年前の車だけど、なんか、やっぱあのね、なんかいかつい感じのセルシオの、あの、ちょっと車高落ちてホイールもね、いい感じになってるんで。だからなんかね、まあ昔の車なんだけど、未だにかっこいいと思えるっていうのが、この後ろのラインいいですね。うん。そう。 多分これエアロも組んでますよね、このセルシューはね、多分ね。おそらく。うん、これ、かっこいいですね、うん。まあ健康もね、そう、車の、まあ、久保さんもね、くまあ、キットに関してはね、車をなんか眺めてるっていう、多分あれです、と思いますけど、まあ健康じゃないと、まあね、病院のベッドからキットは眺められないだろうし。 だ車運転するのはやっぱ健康じゃないと車運転できないですからねなんか熱39度出てますっていう状態で車運転できないじゃないですかだからなん,なんかね楽しみとかもやっぱ,やっぱ思いますよねずっとやっぱ自分がアクティブで健康であるとそうは思わないんだけど最近ちょっとなんかおかしいなってなるとなんかその健康のありがたみとか健康の存在だったりとかなんか日々こういうふうにできる うんまあ、今なんかねちょっと違和感があるだけなんで、まあ、めちゃめちゃ痛いとかそういうわけでもなく、まあ、ちょっとチクチクん,ななん,かもぞなんかあるなってよく表現できない感じなんですけどでもこれがなんか違和感がずっと12週間続いてるっていうだけで、うん、ただねアルコールちょっと止めてるので、まあ、まあアルコールも12週間3週間止めたらまた回復するかもしれないしそうな最近ずっと毎日アルコール入れてたんですよね まあそんなに僕は飲めないんであれなんですけど、一日本当に毎日あのアルコール飲んでたんで、ら多分この2ヶ月、3ヶ月、毎日ですね、本当欠かさずアルコール入れていて、直近はもう全然もうアルコール飲んでないので、うん、そう。やっぱ、ね、久保さんはアルコールお酒飲まないと思うんですけど、アルコール入れると朝ちょっと、まあでも、ちょっとぐらいだったらあれなんですけどね、多分そのちょっとがなんか負担かかってたのかなっていうのは、なんか自分の見解ですけど。 うん、まあとりあえず、まあ、お酒はねあの当分ちょっと控えてあの休ませ臓器を休ませるっていう,、うん、うまあねほんと健康大事ですね健康じゃないとどこも行けないし、うん、やっぱ何もやる気になんないですよねうんそう何もやる気になんないですよねそう本当に。 だから、の何の価値も得られないというか、これはやっぱ、久保さんなんかはね、僕のより10年上ですし、僕が50歳になったら、久保さん60ですし、60になったらもっとね、健康のリスクっていうのは増えていくと思いますけど、だから、なんですかね、なんか、すごく説得感があるでしょうね、60歳が言う健康の話っていうのはね。 だ僕もね40っつったらやっぱおっさんすからねもう,うーんだ久保さんがその東京でその、ね、収録できた時40ぐらいだったと思うんですけど、ね、僕はまだ20代だったかじゃあ、うん、10年前ですからね、まあ、29とか30ぐらいかで久保さん40ぐらいですよね。 いや、あの時はね、なんか健康とか全く、まあ会社に泊まってずっとやってたんで、あれですけど、いや、健康って大事ですね。いってらっしゃい。